やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？もうさ、私がさ、今一番悩んでることがあるんよ。聞いてくれる？最近このみさきチャンネル、ワゴンワール改造計画っていうのを進めとって、結構最初の頃はこうトン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 、感じに進んでいっとったんよ。さあ、いざ床作り始めます。で、こうコンパネとか出てき始めてから木切られへんねん。聞いてる？どこ撮ってんねん。もう真面目に聞いて。そのコンパネとか、あと、まあ、木切る動画も今な、全然切れてもないのに3つ4つその道具があるんよ。一歩も進んでへんねん。電の子も使われへんしさ、かといって手動でもあの硬いコンパネ切られへんねん。どうしたらいいと思う？もうさ、皆さんのコメントとかもずっと読んでて、私は一つの解決策にたどり着いたんよ。それは丸ノコを買うやん。で、丸ノコ危ないよ、怪我するよっていうコメントもめっちゃ多かったんで、丸ノコの動画、丸ノコ初心者みたいな、丸ノコを使うにはの動画をめっちゃ見とってん。ほんならさ、まあ、手の位置とかを注意してやってたら、まあ、安全なものというかカバーもついてるし、スーって切れてんねん。もう丸ノコいるやろ。無理やもん。あんなガタ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 でノコじゃ切られへんねんもん。で、丸ノコが欲しいけど私には丸ノコを買うお金がない。そこでや、さあカメラマン、丸ノコを買うお金をちょうだい。それが一番の解決策や。丸ノコ？丸ノコの値段、私が調べた中では高難で、まあ3万ぐらい。結構高いね。結構高いんけど、3万あれば切れる丸ノコ買えるかなって感じやねんけど、3万くれる？だって考えよう。さあ考えよう。丸ノコを買ってコンパネを切れたら、また話も進む、そして動画も進む。違った、また違った形のワゴンワールの動画も撮れる。じゃあ皆さん、また飽きずに。もう飽きられてると思うねん。こいつまた木切ってるわって思ってんねん。でも、もう木の場面は終わったんやと。さあ次どうなるねんって、またこう期待してもらえると思うから、そうなったら動画の本数も増えて、カメラマンの給料も増えるかもしれない。ってことはよ、今3万円私にくれても取り戻せるかもしれない。さあどうする？いや、ええねんで。別に強制はせえへん。もう、まあ、でも考えて、この先切られへん言うてる動画が20本も30本も上がっていくんやったらどう思う？それを考えて、皆さんにも飽きられて視聴回数も1回2回とかになってきたらどう思う？給料ないで。やろ？やから、まあ、ワゴンワールのシリーズ化を進めれて、視聴回数も増えてってなったら、この丸のこのおかげやわってなるから、給料を上げてもいいかなと考えている。さあ、もう任せた。もう決めてくれていい。全然私はかゆい。イン。ありがとう。これからも一緒にワゴンワール動画進めていこう。丸ノコ買ってくるわ。嬉しい。もうちょっとかっこええやつを探してくるから待っててな。ちょっとダッシュで買ってくる。ほんま10分で戻る。待っといてや。やったねー、3万ゲット。まあ、丸の子多分実際1万1000円ぐらいであると思うねん。で、私もさ、もういいねん。そんななんかめっちゃええ丸の子が欲しいとかじゃないから、木切れたらいいから。で、実は知ってたねん、昨日カメラマンがパチンコで大勝ちしたことを。
この間私過去最高500万回再生いった動画も結局は今現在年齢制限ついてます。カメラマンがしょうもないなんかとこしょうもないとこ撮るから制限ついてるんよ。もちろん収入にももうなりませんし、だからその、まあ、日々の慰謝料やね。1万でもあるのかやろ。あと残り2万、何する？また前みたいにあのツイッター、今 X か、 X で、山分け企画とかしちゃう？なあ、意外とさ丸の子高かってさ4万したで、足りひんかったわ。まあでも全額出さすのは悪いから、あの残り私が出しときました。大丈夫、安心して買えたよ。めっちゃええやつやろ。ちょっと結構重いんやんか。どんなんか開けてみんひん。でな、このライフレックス、もう私が愛用してる電ノコの丸ノコバージョンやん。ここのメーカーはもうよう知ってるわ。大丈夫、とりあえずコーナーで買ってきました。カバーもちゃんとついてて、ね、なんか何種類かあったけどちっちゃい方にしました。で、最大切り込み深さ47メートル、え、ミリメートル、47ミリメートルってことが何センチ、50センチぐらい、まあ、結構深くまで切れます。で、ブレーキ付き。ブレーキ付き？どうブレーキしてくれるの？自動？自動じゃないの？まあなんか危なくなったら止まってくれるんやと思います。ほんで、電圧 100V とか周波数50、60とかバーって書いてて、で、これノコギリ角度0から45、斜めも切れるらしいわ。まあ私は多分垂直にしか切れへんから、もうスーって簡単に切れちゃうと思う。で、 2.5kg、 結構重たいねん。で、また六角レンチが入ってるらしい。平行定規、うわ、定規も入ってんよ。めっちゃ完璧やん。え、じゃ開けて今中見たいわ。かたすわ、かっこいい。え、なんかプレゼント開けてる気分。え、なにこれ、めっちゃええやん。これがカバーやな。あー、見て、めっちゃかっこええやん。よくない？え、早く切りたいな。これコードやな。今気づいた、私がさずっとさあの動画見てたやつ、バッテリーのやつやねん。こいつコードやった。コンセントいるわ。いやでもええー、な、これなんやろ。あ、これこうか、ここやんねんな。ほんでこれは、これは何、これ何、え、何が変わる。このボタンは何や、謎なボタンや。これやね、傾斜。これが今ゼロか。え、早切りたいな。今日はもう念願の丸ノコをゲットできてめっちゃ満足です。満足やねんけど、ほんまにさ丸ノコっていう機械を使ったことがなくて、動画はめっちゃ見たんやけど、実際使うってなったらちょっと分かれへんこと多くて。だってさ、ここ出てんねんで、この部分どうやってさ木にさ、なんていうん、木に沿わすん、あんなスーッと。
だから丸の子っていうのはこうやって使うんやでっていうのを分かりやすく、もうこんなアホな私でも分かるように説明してもらえたらめっちゃ嬉しいです。皆さんのコメントほんまにもうめっちゃ読んでてすっごいためになるというか、あ、そういうことかっていうのが結構あるんですよ。めっちゃめちゃ助かってます。今後も私今回このコンパネ動画何回か続いて心折れかけてた、視聴者さんも心折れかけてたと思います。ですが今からもうどん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 もうバリバリ聞きっていくんで、これからもワゴンワールの動画楽しみにしてもらえたらなと思ってます。